コートレ、コアトレスタジオチャンネルをご覧の皆様こんにちは、コアトレスタジオトレーナーの井本と申します。本日なんですけども、こちらの書籍ですね、最近発売しました9月15日から発売しております姿勢が良くなる本ですね、こちらより、骨盤の、後傾に対するアプローチをするちょっと項目のところをちょっとトレーニングしていこうかなと思います。実際に骨盤がこう後ろ側に倒れてしまうことですね。こうなってくるとどうなるのかっていうと、お尻の位置がぐっと下がってきてしまいます。それに付随してですね、お腹の筋肉も緩みやすくなります。こうするとお腹の筋肉緩むことで、こうおっこりの中になってしまったりでしたりとか、お尻の位置がどーんと下がって見えてしまったりとか、それこそこうぐーって姿勢になりますね。肩こりなんかにも、どうしても関わってきてしまう部分なので、そちらの部分を解消することによってですね、トレーニングにおいて解消することによって、お尻の位置がぐっと上がって綺麗に見えたりでしたりとか、お腹が緩むことがないので、こう腰の中とかにアプローチきます。もし最後姿勢が綺麗になるので、肩こりでしたりとか血流自体の部分も良くなりますので、そういった部分でこちらトレーニングをやっていきたいと思います。ぜひともこちらセブンイレブンでお求めいただけますので、紹介になりますが、よろしくお願いします。それではトレーニングの方に行きます。骨盤後傾トレーニングの、一番最初ですね、一つ目は、ストレッチの部分です。片足立ちストレッチというものになります。このストレッチに関しましては、一番最初に、腸腰筋でしたりとか、こちらして、大体直筋ですね、四頭筋の中にあるものを、実際にこうグッと体を伸ばしていって、姿勢をこうなってしまっているのをグッと引っ張れるようにするようなストレッチになっております。最初ですね、片膝立てていただいて、片膝はこうグッと、地面に突き刺すように、立てていただいたら、ここぐーっと前にスライドしてこう伸ばしていくんですけども、この時に体がこう前に倒れてしまったり、逆にここ伸ばすの意識すぎてこう反ってきてしまったりということがないように、しっかりここに置いてもらったら、体のラインをそのままぐーっと前に出してきて、ここをぐっと伸ばしていきます。はい、その時ですね、呼吸は自然に息をふーっとゆっくり吐きながらぐっとぐっと伸ばしていって、伸びたなと思うところで、10秒間キープしていきます。はい、それでは一緒にやっていきましょう。以上になります。はい、続きましてですね、骨盤後傾トレーニングその2ですね、サイドブリッジという種目になります。はい、こちらの種目なんですけども、実際に寝て行いますので、実際に硬い場所でやると、肘とかに、肘をついて行うんですけど、肘通りに痛みが出てきてしまうので、柔らかい、座布団のようなものを肘に敷くことをお勧めいたします。はい、こちらの種目を説明させていただきます。こちら横向きで寝ていただいたら、まず最初は頭からこうグッとまっすぐ突っ込んでいただくんですけども、こちらグッと軽く膝を曲げていきます。はい、この状態で右手をこう腰に当てていただくんですけども、僕の場合上の手ですね、腰に当てていただくんですけども、この状態でしっかり息を吸って、息をふーっと吐いて、お腹の圧を高めながらこうグッと腰を上に上げていくんですけども、この時ですね、横のお腹の力が弱い方、ぐっと肩が内側に入ってきてしまったりですね、逆にこう支えきれず後ろ側に倒れてしまったようなケースがよくあります。こうしてしまうと鍛えたい部分ですね、ここの横のお腹の部分の筋肉でしたりとか、お尻の部分の筋肉が上手に鍛えられないので、しっかりとぐっと上にまっすぐ上げていくイメージで上げていきます。はい、そして上げ切った状態で10秒間キープしていきます。それでは一緒にやっていきましょう。はい、次は始めます。
上になります。はい、続いての種目、骨盤後傾トレーニング、3つ目の種目に関しましては、後ろ足上げという種目になります。はい、こちらも、実際に手と膝をつくんですけども、硬いフローリング等でやり、実践いたしますと膝でしたりとか痛くなってしまうので、タオルなんかを1枚引いていただけると、いいのかなと思います。はい、続いての種目は、実際に、やっていくんですけども、四つん這いの姿勢作っていただいたら、しっかり締めは床をパンでもらって、この状態で後ろの足をこうグッと蹴り上げるような動作になるんですけども、この時もですね、足がこう下がりすぎたり、もしくはこう上がりすぎると腰がグッと反る動作になってしまって、これトレーニング自体が、腰痛につながってきてしまいますので、足はなるべくグッとまっすぐな位置まで伸ばします。この時ですね、こうグッと体が寄ってしまったり、骨盤がこう倒れてしまうと、これまたお尻に刺激が入らないので、この状態からなるべくまっすぐグッと伸ばしていきます。はい、そしたら、一緒にやっていきましょう。はい、骨盤後傾トレーニング、こちら最後の種目になります。最後はまたストレッチですね。膝引き寄せストレッチというものを行っていきます。はい、実際に今回はお尻と特にお腹のやや横側でしたりとか、そういった部分を、鍛えているんですけども、最後に体がこうグッと固まってきてしまっているので、最後お尻側をちょっと伸ばしていきたいと思います。はい、今回は仰向けで寝ていただいた状態で、片方の膝ですね、をグッとおへその高さで、手を両手で膝を抱えた状態でグッと引き寄せるように、胸元の方に引き寄せるようにグッと伸ばしていくんですけども、この時硬さがある場合、こう膝が上がってきたり腰がこう浮いてきてしまったりするので、そちらがないようにつま先はしっかりと天井に向けていただいた状態で、いけるところまでぐっと胸元に引きつけていただいて、この状態からしっかり息をふーっと吐きながら10秒間こうキープしていきます。はい、それでは皆さん一緒にやっていきましょう。はい、トレーニング以上になります。はい、いかがだったでしょうか。こちらの書籍から、種目を4つほど、ご紹介させていただきました。はい、それにつきましてですね、実際に今回皆様と一緒にやった回数は1回ですが、各3回ずつ、3セットずつ行うようにしましょう。はい、こちら、姿勢が良くなる本と書いておりますが、それこそ普段日常的に運動なさっている方、元から姿勢、意識して綺麗にできてますよという方でも、その姿勢を維持していくために必要な筋肉になってきますので、ぜひとも皆様ご実践いただけるような内容になります。はい、
それこそ姿勢が良くなるという部分におきましては、女性の方だけではなく、男性の方ですね、それこそお子様ですね、実際に、お子様の方で姿勢がこうグッとスマホなんかのやりすぎで、どうしても体がこうグッと縮こまってしまったりとか、それこそなかなかこの、期間外出がなかなかできない方、できない、お子様いらっしゃった中でどん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 姿勢が良くなくなってしまったりとか、してしまっているので、ぜひともご家族で実践できるような内容になっておりますので、皆様で、いい姿勢を手に入れるために頑張っていきましょう。レッツコバトレ。